チャオトゥティコメスターティ、こんにちは。ラクチンサチ料理教室をしております藤野幸子です。こちらではですね、シンプルで美味しい簡単にできるお料理お菓子パンをご紹介しております。今日は、旬のお魚ですね。はい、こちらです。ブリを使っていこうと思います。ブリを使って、ハーブのソテーを作っていこうと思っております。ブリっていうとね、本当に今ね、油がなってすごく美味しいんですけども、これをね、柑橘やハーブで、さっぱりといただくお料理になります。ちなみにですね、私はラクチナサッチという、イタリア料理教室をね、実はしているんですね。そちらではオンラインレッスンとかやっておりまして、スペシャルな、こちらちょっとねご案内できないようなレシピもご紹介しております。また失業等などをしてね、一緒に楽しくやっておりますので、もしご興味ある方はぜひぜひご覧ください。下の概要欄貼っておきます。材料は、はい、まあ、こちらですね、ブリの切り、そして、パセリですね。まあ、イタリアだとイタリアンパセリを使うんですけども、イタリアンパセリの方がちょっとね優しい味わいになりますけれども、あの日本のねこのパセリでも OK です。そして柑橘です。今日はレモンを使っていこうと思ってます。レモンというとね、なんかこう夏のイメージがね皆さんあるかと思うんですけど、実はね冬、今が旬ですね。はい、もしレモンがない場合は他の柑橘、例えば、そうですね、柚子とかカボスとか、そういうものをね使っていただいて OK です。それでは始めていきますね。まず、それではまず、パセリですね。これを、茎と、そして、葉っぱのところで、分けて、そして葉っぱのところはみじん切りにしていきますね。日本のパセリの場合は結構細かく切った方がいいです。イタリアンパセリの場合はあのザクがずくともう5ミリぐらいの大きさでいいと思います。イタリア人はあんまりねイタリアンパセリを細かく切ったりしないですね。はい、まずそして茎はね取っておいてくださいね。もしあれば取っておいてください。まず軽くこちらに塩をしますね。すごく綺麗なプリですね。裏も軽くしておきます。はいはい、こんな風に軽くしておきます。はい、今日スキャンパンの20センチを使っていきたいと思います。まず火をつけます。オリーブオイルです。でブリがすごく油が多いのでほんのちょっとでいいと思います。あればねフッ素加工のフライパン本当にくっつかなくて、このスキャンパー本当にいいですね。せっかく茎があるのでね、茎を入れておきます。でそうするとこのオイルに茎の香りも出てきます。今日はニンニクは潰します。最初から入れておきますね。この皮目からね入れていきます。あまり動かさないようにして、ね、じっくりやっていきたいと思います。皮がしっかり焼けたら、はい、表で、これ厚みが今日はねすごくここがあるんですね。これね、だからあんまり強火でやっちゃうとあの周りだけ焦げて中が火通らないということで、ちょっと弱火でやっていきたいと思います。はい、今日はねこの先日使ったトマトの半分の残り、これがあるからこれも一緒にね使っていきたいと思います。はい、この半分の残りはね何に使ったかな、あそうそう、この前ね、BLT サンドイッチ、サンドイッチ使った残りですね。サンドイッチの動画他に残してあるのでよかったらご覧ください。はい、スタンバイしておきますね。はい、ニンニクの方もね、ニンニクはね焦げる前に取り出します。ニンニクね、まだ白い感じです。ちょっと色もついて始めてるんでこの時に取り出しますね。ニンニクずっと入れておくと焦げてまずくなります。あとこちらもね取り除いてしまいます。焦げる前に取ってください。さあちょっと見てみますね。どんな感じかな。お、いい色。はい、こんな感じです。いい色になってますね。少し油が出てきてるんでこの油ね少し拭き取っていきたいと思います。少し切っちゃうと思います。1センチぐらい
一旦切りました。そしたらトマトもここに入れちゃいます。軽く塩を、反対側も、はい、そしたらさっき切ったパセリ、これをね、パラパラパラってたくさん、はい、同じとこさんに、そしたら隠し味に醤油ちょっとだけ、端っこからほんのちょっとですね、塩の味がもうついてるので、ほんのちょっと、はい、そしてこのさっきのニンニクも食べれるので切り替えます。これで完成です。はい、それでは盛り付けます。まずトマト、これがね、美味しいソースになるんですよ。それからブリ、それからニンニクも食べたい人は食べる、レモン、最後に香り付け、レモンの皮をちょっと、パラパラっと、種も入っちゃった。そしてオリーブオイル、これはあのトマトの方にちょっとかけてあげましょう。ブリはね、油っぽいからちょっと絞って、完成しました。それではいただきまーす。いただきます。ウリをまずね、いただきたいと思います。そしてこのトマトがね、焼きトマトがいいソースになっていると思います。はい、こんな感じです。では一緒にいただきたいと思います。あ、そして大事なもの、これね、レモンぜひね、かけてくださいね。さっぱりしますよ。はい、それではいただきます。フレッシュトマトのね、爽やかさが、このブリのね、濃厚な感じとね、すんごいよく合いますね。これはね、いい組み合わせでした。はい、ということで、今日はブリのハーブソテーご紹介いたしました。簡単にできますので、よかったらぜひぜひ作ってみてください。今日の動画が面白かった、そしてためになったという方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。また次のチャンネルでお待ちしてますね。ありがとうございました。グラッツェ、チャオ、トゥッティ、アリベルチ。